こんばんは、プレコです。昨日買った、DJI オズモポケット3ですか、やっとちゃんと言えたね。ナイトモードのテストしてます。結構見た目には暗いと思ってるんですけども、これで水槽がどんな風に映るのか、結構見えてはいるんだよな。今水槽の補助灯も消してる状態なんでね、まあ部屋の明かりはね少し LED つけてますけど、見た目相当映んねえだろうと思うようなものまで映ってますね。このなんていうんですか、これですね、これ肉眼では見えてません。その程度の暗さです。でこのあとね、この低照度モードと何て言うんですか、通常モード、補助灯ですね、つけた状態でちょっと比較をしようと思います。補助灯をつけたらこんな感じね。はい、でこれの比較をこれからやりたいと思います。ではでは、プレコです。今は低照度モードです。何も出てきてないんでね、面白くないのは面白くないんですけど、なんか豊かかな、僕の方にちらっと見えたけどね、このモードだとズームが効かないんでですね、ちらっと今映りましたね、こっちへ近づいてくれないと、遠いね。はい、とりあえずこれ比較用です。ではでは、プレコです。通常モードで、低照度モードと、比較用の画面を撮っています。豊かが奥の方で泳いでるのが見えますね。これでも結構明るいんだよね。だからこのぐらいだったら通常モードだとね、ズームが使えるんで、その方がいいかもしれないね。あ、豊か来ましたね。ね、十分認識しとるでしょ。行っちゃったかね、これズーム使えっからね。通常モードだとね。はい、終わっときます。ではでは。